そうや、これ俺畑さんに聞こうって思ってたんが、ほい。別に俺これ隠してもないし、別に視聴者さんまで言ってもないんやけど、二次会マリカを俺主催するんですよ。まあ畑さん誘ってるか知ってるけど、2月の15日水曜日で、レギュレーションを見た？模擬ルールってやつ。あ、まだ見てなかった。そう、いや、どうやろうなーって思って。そう、え、権限がありません。模擬ルール？あれ、これ見メッれへんの？セー模ジ擬ル利益を表示する権限がありませんって出た。ール。マジ？ちょっと待って。とりあえずルールの。おお。いや、このね、縛りに関してどうしようかなと思って、いや、乗りたくない人いるからさ、そのなんか手元がキャラコン悪くなるし。マジいや、で面白そうだけど実践ね。より、1戦目のやつがね、ちょっとまだ分かんないからお試しになるんやけど、俺らも人読みができんくなるから。いいね、面白そう。2戦俺は目。全然賛成だけど、俺は。あんまり？いや、特に俺2戦目のこの括弧内のやつが、肌さん的にだるいかなーって思っちゃったから。2戦目の格好ない。12レース、タック、ツーワン。ああ。いや、まあ、そうでもない？大変だけど、おもろいからあ、いいそれじはゃん、それ別でいいに。か。あ、全然視聴者さんに隠さないんで、ルールを言うんですけど。合計3戦やるんですけど、1戦目は8レースで、個人戦で2はなし。これ、なしにするかありにするか悩んでるけど、まあ、なしでいいかな。で、1戦目は全員初期ミ、同じミにして、名前を全員アで同じにして、ただカスタムは自由だから、もう見た目が全く一緒、全員。こいつ伊豆だ、こいつ畑そこだって分からない状態にして走ります。で、2戦目は1戦目をもとに1位と12でタック、2位と11でタックみたいな感じで抱き合わせていって、マリカ勢だけハングオンかハンドルどっちかを選ぶ。ハングオンバイクで走るか、ハンドル操作で走るか。俺、半合の方がマシかもしれん。いや、そう、分からんな、これ。俺もね、どっちやろうと思って。 で、ハンドルってハンドルオンリーでしょ？基本的に、まあ、スナイプするときえ？とか使ってもらっていいけど、まあ、とっさで使っちゃうときはあると思うから、そういうのはもう全然カウントせえへんから。だから、カー俺ブはで絶走るんやっ対。たらハンドルや。でも、ハングルやな、ハングルの方がまだ。まだマシな気がする。私もですね、でもね、悩んでる。どっちも同じぐらいのレベルやから、自分にとって。でもまあ、マリカゼ7時とかできなくなるのは、なんか、それはそれでおもろそうだよね。で、俺ら妥協処理知ってるから、言うて、シティできんくても。で、3戦目は12レース66で2割で、で、俺と畑さんを絶対分けて、アマアスに残りドラフトしてもらって、で、マリカゼは発言サポート寄りだから、積極的にサンダーカウントしに行ったりとかせずに、ちょっと補助してあげるぐらいの。まあ、ほんまにちょっとみんなに66を慣れてもらおうみたいな、なるほどね。いう感じです。で、開いてみて、ここ良かったな、ここ良くなかったなってとこを修正して、いけそうなら定期開催、毎週木曜日の予定です。いいですね。毎週、もともと水曜にする予定だったけど、木曜の方が良さそうやったから、周りに聞いたら。なので、これからは定期開催できたら、月曜日、玄村、木曜日、伊豆村、日曜日、マリカ侍っていうね、す感ごい。じにできたらな。中3でそマリカの模擬っていうか、ね、二次会があって。う。ね。本当にアマースマリカ杯に向けてる感じがする。ね。まあ関係なくね、普通に週3は嬉しいけど。いや、なんか、マジでマリオカートをやる頻度を増やしたいから。深夜に交流戦とかってできひんし、集まらんから。そうなんだよな。24時から集まってくれるメンバーがそんなにいないんだよ。やべえ、午前中に起きるとほんと眠い。 普通ないよ。平均起床時間何時なんですか？14時です。
いいよ、あの毎朝7時に電話かけたるわネロちゃん。よし、じゃあ行きます。なんでだよ、毎回5回ぐらいかけるわ毎朝。俺ビバウォークでも起きねえわ7時にはクソ迷惑です。皆さんこれから寝る時間です。あの僕とメアさん結構起きるの多分早いじゃないですか。俺マジで7時毎日起きてる、はい、なんであの毎日ネロちゃんにモーニングコールしましょう。平均起床時間14時らしいんで。いいじゃねえかよ、健康的に行ってもらわないと。ああ死んだよまあ寝てはいるもんね。そう、毎日8時間以上寝れてんだから幸せなんだわ幸せを邪魔する気ですか。よく8時間も寝れるわ、羨ましいだけ。あ、羨ましいだけっていうのは羨ましいとしいだけをかけた。ああ、なるほどね、そうです。解説助かる。今4危な。あれ、いいとこにボム置くな青じゃ赤目だけ取り潰しておきます。あ、待って待って、俺赤コーラあるもん。いや、俺が、あー、目安の金抜けた。俺に来んの、俺に来んの、リンゴさん。はぁ、両方くらい。なんで俺なの。レッツゴー。石だったじゃん、さすがに。来い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 、ここ。うわー、あれ取る、あれ取る。オッケー。いやマジか、なんだこれ。赤目だってね、絶対許さねえからな最後がひどい、もうやーやーもうマジか、赤コーラあれや、俺に来るんやん。あー、グライダー前。そう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 、あれ伊豆さんじゃなかったんだ。僕の画面伊豆さんに当たってたから、うん、そう、影俺かなと思ったんですけど、なんかスルーして目屋さんで行きましたね。そう、伊豆さんも回してみたから。いや、ゲームが悪い、ゲームが悪い。赤メタを殺す。いやだ、待って。え、でも元々って僕に赤コーラ投げるつもりやったんですよね、赤メタさん。そう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 。結果的に目屋さんに行ったんですよね。そうです。まあ俺がファイアボールで赤メタの赤コーラを破壊できてなかったのが逆に今の。いや、てかそれ一番まずいパターンだよ。そう、結局俺のこと潰そうとしてたっていうのが確認取れたから。いや、めんどくせえ、ちょっと待って。よくない。まずい。さんを潰そうとするやつなんてまだいたんだ、よくない。おい、覚悟しとけよポンズ野郎。なんで俺じゃないじゃん今のは。よしよしよし、伊豆さん性格ひにくれてるからなそれはそう、もう何も聞かないです。仲良くしようって言ったじゃん。ちなみにボム兵ってさ、あのパックンで食ったりしないよね。無理ですね、かわいそうだな、ね、あ、そうじゃなくて、あの食いに行ったりしないよね、パックンがね。いや、食いに行きます。あ、食いに行くんだ。やばいじゃん、起爆するぞこれ。とりあえずなんか落ちてるものを全部食べようとするんで、なるほどね、雑食だ。あー、じゃあ畑さこつしとくか。え、そうなんだ確かに畑さここの前落ちてるおにぎり食ってたわ。えーやったことないけど。そうなんだ、会食一致ですわいいじゃん、どこで見てたんですか。どこで見てたんですねなかなかでもいないですからね、今落ちてるもの食うキャラのやつが。じゃあ何々食べるだけ全部拾ったものってこと、うん、それはそれで問題ない。たまに買ってますあれは、ちゃんとたまになんだでもフードロスをね、考えてね。そうだ、エコですよ。梅干しって言いながら可能なアダコーダなんだじゃあ僕、畑さん見たことないけど、もし会うことになったら、あ、拾い食いしてるって話声かけたら畑さんなんだ。そうなんか近くに来て誰かが分からなかったら、とりあえずご飯落としてみたら寄ってくる落として判断する。ありだと思ったんですけど、とことこやってきてそれ拾ってパクパク食い出すのめちゃくちゃ面白い。ハタサコだっつって、あ、こいつがハタサコだっつって、あ、これがハタサコかっつって、ハタサコだっ、やば顔見てくれ。そうだよそこまで来たらちなみにあのパチンコ玉落とす俺が寄ってきて拾います。ほら、持続性のやついた。それあかんやつやん。あれ、ポンちゃんハゲた。ああ、ちょっとゲームらしいようにしないとやっぱり最近リンさんがめちゃくちゃマリカ練習してるっていう、うん、はい、ちょっと冷凍、この間聞かれたので冷凍あげる練習しようかなと思って始めました。兄さん、髪の毛早くなくした方がいいですよ。あー、そっか、そうですよね。そっからだよ、そっからだよ、マジで。違う違う違う、兄さん納得したらあかん、あかん、あかん。兄さん、冷凍1000超えた。冷凍1000超えましたよ。煽ってる、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 煽ってる。違う私1万超えてるけどどう。違う違う違う、最近までリンさん
もういいよ、リンゴさん。かわいそうだよ。リンゴさん大丈夫。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、リンさんが最近までレート1000なかった話、面白くないですか？いや、面白話としてすごい。ひでえな、お前が。最低だよ。リンさんを頑張って、頑張ったのにレート1000乗れてるわけじゃん。いや、最近成長してるから、もういいや。頑張ります。あら面白いって言ってたらもう女子キスってんないい感じですわえ、マジまだ髪の毛あるやついんのか、ね、何回目だお前ら参加マジでだから勝てないんだよ本当にまだ勝てないんだよねえやつの頭見ろほら、うん、これでも本当あの全員ハゲ前行きますよ今回は悪いけど、はい、泣く俺ら髪の毛なくしてるからね、こっちは。勝つためには空気抵抗をなくさなきゃいけないんだって気づいたから。あの、勝てなくても泣かない方がいいです。いや、そんなことするなら。ハイブリさん。何？村の趣旨と合ってないです。そうなんだ。そこはゲンさんが。はい、いや、ゲンさんはもう。判断していただければ。判断もクソももう、あれだもう、頭ないんだから、もう、髪の毛が。頭ない。頭ない。ちょっと言葉違う。しずくんの家からね、部屋からお送りしてるんですけども。実は、僕たち今、部屋にいるんですよ。はい。しずくんの部屋からね、お届けしています。どういうことなんやって話やった。どういうこと、まずそこのことのテーマから。まあ、いきさつとしては、うん、おまおじがまずあの中華街へおまおじが行きたいと、もうちょっと前からでいいですか。えよ、僕たちおさゆさんラジオっつってやらさせてもらってるんですけど、それであの旅行に行ったんです、有馬温泉に。で、有馬言うたら、まあそういえば伊豆さん近くにおるよなと。はいはいはい、はい、有馬温泉っつったら、そう、ね、言ってたね、近所やんって、うん、なんだろう、つうか俺ん家からも近所なんよな有馬温泉っていうのが、はいはいはい、だからワンチャンどっかで落ち合って飯でも食えるんじゃないかっていうのが始まりなんよ。うん、そうですね。で、で連絡したら心よく、あ、行けますっていうことで、あの心よく、うん、ああ、いやいや、心よくですか。心よくですよね。僕は心よくって聞いてたんですけど、今の反応的にちょっとあの勝手に心よいと思ってましたか。あ、まあ無理やりですね。なんか半ば無理やりに首根っこつかんでいた感はあるんですけど。そうですね。それで神戸の中華街南京町に行って、まあなんかいろいろあって伊豆さんが行きますみたいな感じになってくれて、いろいろあったんじゃない、そこを詳しく説明してほしいんやんか。よし、で今日のコンセプトは何ですか。いやいやいや、まずはそう、家来た、うん、ちゃんと説明しやんと。いやいや、中華街言えそうだから阿修さんとあれやん、伊豆くんをちゃんと僕の食べたい肉まんがあるからそれを食べさせたいやんみたいな、そう話をしてて、あ、嬉しいな。世界一肉まんっていうのがあって、 それをね、お二人に食べさせてあげるっていうのも変な話やけど、みんな3人で食べて、うわうまいって言ってほしかったのよ。でやりたかったらしくて、でそれをオマが言ってたんやけど、いや、なかったから。世界一肉まんどうやら潰れてたっぽくて、なくてそれで、あのドイズ君とかがもう小籠包食べて美味しいなとか、そういろんな、何時あれ北京ダックとか食べてうまいなとか言ってたら、オマが一切何も買わんってなって、そうスーッて吹き出して唐揚げ棒だけ食べて、唐揚げ食べる、言い方悪い、へこんでたの本当にあれは。はあ、残念っていうへこみやったの、うん、何あのブスッとするとか言うな。そのふてくされてる顔は僕が撮ってるんで。ふてくされてへんって。いや、もうえぐいって、言い方もふたも。でそれで伊豆くんがちょっともう仕方ないな、じゃあもう僕んちって何かやりますみたいな言ってくれて、まあ、じゃあもうお前おじい似たーそう、きたーそう、似たーって顔をして、あれやろ、口すぼめて、ええー、のん、ええー、のんって、ええー、のんって、うちのおかんとかもよく言うやつだよ、こうやって口すぼめて、ええー、のんって言うね。そう、でもほんまにその状態で、まあ、ご好意に甘える形で来させていただきまして、普通に実家に来るっていうまさかこんなことになるとはね。そうね。でね、あのプラスマリオカートの動画も1本ね撮ったんで、撮ったんで、ね、はい、この後19時にね上がりますので、はい、上げさせてもらってます、うん、間違えましたね日本語。僕なんだかんだね、伊豆くんと一番会うてる、これ3回目3回目ですね。そうそう、確かに確かに。俺なんかだから初対面で実家食って、なんかもうバグってるよね。そうやな、
パーソナルスペースの詰め方バグってる人間みたいになってるよマジで。でも実況者が来たのは初めてレベルかもしれないですね。そうなんや。まあそうやると思うよ。いや普通ありえへんもん。いやまあ距離が距離なんでやっぱりみんな。いやまあそう、まあ、まあこれ言ったらまた怒られるのかな。俺らは近いからね家ね。うわいやうわじゃないね。うわまた言うた。また言うた。またそうやってさ晒していく、はいはいま、たネットリテラシーない人、はいはい、また怒られる。あんな燃える駅もバレてんのに。燃える駅もね阪急園田えいっつってねはいすいません。怖い。うわすいません。今園田を知らんかった人は園田ってこと知りましたから、ね、ああ知っちゃったか。えぐいよ。まあ、そんなこんなで、ね、今日の声何俺らは今から何をやらされるの。え何もしないです。雑談。あ、だらっといく感じ。いや、あの元々はマリオカートをやらせる予定だったんですけれども、やらせるって言ってるやん、はい、やっぱり。うん。あのちょっと画質が死んでるんで。そうよね。なんかちょっといかんせん回線がちょっと。回線がちょっといかれてもうてるんで。で、まあ当分ちょっとゆっくり喋るんでもいいかなと。で、あのちょっと実はテストプレイじゃないですけど、やったっすよね。うん。我々あの俺とアシュさんがテストプレイして。実際そのどうでした？俺なんか本当に初やれます？画質死んでますけど。画質死んでる中でできるもんなの？一応録画したら録画の方は画質いい録画できるんで。はい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 。じゃあやりますか？やりましょうじゃあ。うわ変な振りしてもうたやばい。今のは方向修正したなおまじ。そんなおまじさんがやりたい言うんやったら。そうやな。まあ、言うてないって。もう言うてないって。いや俺もほんまにマリオカートさっき一回やったんがもうほんまに。言い訳。え？言い訳しようとしてる。うわ。言い訳とかじゃなくてほんまに投資でやったのはあれが初めてやったんよさっきのが初めて。そんなもう一コースやって途中で寄ってやめたから。僕も配信者を読むのが初めて、うん、まあ、じゃあマリオカードを選ぶのが初めて、うん、俺はあのあれは配信者の自転車を車に乗せた初めてやった。いや、そう乗せた。そう乗せたしちゃんと乗ったな。乗ったな。そう車がでかい。でかかったほんまそう。え何これマジでやるか